秋田県の東南の端、宮城県に接する水瀬村です。水瀬の人口およそ3300人、かつてはおよそ5000人の人口がありました。水瀬村には貴重な自然が残されています。植物の宝庫として知られる苔沼、全体が浮島となっています。水瀬川の上流親須郷では、温泉の熱湯が噴き出す大噴湯を見ることができます。温泉の産業への利用として注目されているのが、三つ葉の水耕栽培です。フェーンチューブでハウスが温められ、一年中三つ葉が作られています。この成功によって、出稼ぎに行かなくて済むようになりました。過疎対策として誘致された企業の一つ、時計の部品の工場です。現在30人ほどの人が働いています。村にとって、こうした若い人の仕事場を作っていくことが最も大事なこととなっています。村政100周年を迎えた水瀬村が今進めているのが、とことん山と名付けた自然公園の整備です。公園の奈良の林の中で、幼稚園の子どもたちが遊んでいました。高校生たちを送る村のバス、路線バスに乗り換える隣町まで行きます。これによって、下宿しないで高校へ通うことができるようになり、各家庭から大変喜ばれています。過疎化が進んだ集落の一つ、袖浦、中学生一人と小学生一人がスクールバスの乗り場へ向かいます。水瀬村では、全部で8台のスクールバスが毎日子どもたちを送り迎えしています。スクールバスは水瀬中学に着きました。統合により全村で1校となった水瀬中学は、生徒数150人弱。水瀬では教育施設の充実に力を入れています。 LL 教室では単元のまとめが行われていました。一クラス二十数名なので、授業も一人一人に行き届いたものになります。植林された山を登る中学生たち、森林組合の人たちの指導を受けて、人工林の下刈りに汗を流します。水瀬村のおよそ 90% が山林です。山林の多い村でも、誰もが山仕事を経験しているわけではありません。郷土を理解していく重要な活動と言えるでしょう。体育館いっぱいに激しい音を響かせて剣道の稽古です。毎年秋に、1年から3年まで縦割りのグループを作って、奈良の林と書く遊林旗争奪戦が行われます。今日はそのための稽古です。自主性が重んじられ、稽古の仕方も自分たちで考えます。この日は模範試合が行われました。全校の生徒が一緒のランチルーム、
クラスごとに先生を囲みます。先生たちも授業とは違った子どもたちとの接し方ができます。米どころらしいご飯の給食です。野球部は湯沢市小勝郡地区で多人数の学校を抑えて優勝し、村の人たちを喜ばせました。全員野球によるチームワークの勝利でした。バレー部も地区大会優勝を果たしました。体が小さいので拾って拾っていく我慢のバレーに徹して掴んだ勝利でした。部員およそ30人、その半分が1年生というブラスバンド。曲の演奏はまだ完璧ではありませんが、マーチングバンドに挑戦しています。マーチングができるのは秋田県下でもまだあまりないといいます。ブラスバンドには一定の人数が必要です。統合によってこれだけの編成ができたことは確かです。村のお年寄りたちとの交流ゲートボール大会、実際は和気あいあいのうちにお年寄りからゲートボールを教えてもらいます。学校では見られない子どもたちの笑顔がここにあると先生の一人が話してくれました。喜んで中学生たちを迎える精神薄弱の人たち。水瀬村が運営する精神薄弱者の施設、水瀬厚生園です。水瀬厚生園は精薄の人たちが希望を持って生きることを願って作られた施設です。彼らと一緒に農作業をします。大根の間引きです。戸惑いながらも中学生たちの柔らかな心は精薄の人たちとの初めての交流を自ら楽しんでいきます。それは自分の中の優しさを知っていくことでもありました。地区の人たちとの交流は厚生園としても最も望んでいたことです。ビニールハウスではいろいろな花が育てられていました。工芸のグループ、仏壇の部品を磨きます。精神薄弱の人たちが実に自然に中学生たちを受け入れてくれただけでなく、尋ねたことを心から喜んでくれたことが何者にも代え難い感動を中学生たちに呼び起こしました。中学生たちは学校で得るものとはまた別の大切なものを学んだことでしょう。